貸します詐欺、嘘の返金返します詐欺。ちょっと待って、ちょっと待って、その電話詐欺かも。怪しい電話にゃ出ないこと。詐欺にかかった人たちの悲痛な叫びが聞こえます。自分は騙されないと思っていました。老後の蓄えも全部騙し取られました。この先どう生活していいのか分かりません。誰にも打ち明けられない。ちょっと待って、ちょっと待って、そんな電話詐欺が怪しい電話はすぐ切ろう。悪い奴らは振り払おう。みんなで対策話しよう。留守番電話で撃退しよう。騙されたふりして通報しよう。一人ですぐに振り込まないで、家族で決めよう。合言葉、ちょっと待って、ちょっと待って、その電話詐欺かも。電話を聞いたら相談せよ。ありがとうございました。和集音頭をお送りいたしました。